いっすよ、見てください、これ。あ、待って、当たり当たり。ウェーイ。こうやってからの。とむよ。青木さん。じゃないです。ご利用には、グリーン車指定席。こんばんは、元男の子の青木かのんです。人生初の今日は電車を貸し切りました。めっちゃ楽しみなんですけど、実際どんな感じですか？私まだ見てないんですけど。めちゃくちゃすごいです。マジですか？はい。マネージャー的に第一印象どんな感じだったんですか？なんかすごい豪華な電車っていう感じ。豪華な電車、はい、乗ったことない感じです。ちなみに貸し切り料金って今ここで言えるんですか？言えないぐらい高いんですか？内緒でえ、でもめっちゃ楽しみ。電車貸し切りっていう、でもなんか経費だからすごい気が楽。 YouTuber の力。青木さん、経費じゃないです。この間もお伝えしたんですけど、経費は出ないです。経費じゃないですか？経費じゃないです。この景色、オーシャンビューですよ。すごくないですか？これ電車なのか。初めてですか？初めてです。私も初めてこれ電車か。電車ですよ、ほら。これなんですかね？コンペイトーとかですか？これが 絵を描く、なんか道具、魚釣りの。すごい。で、天井がこんな感じになってて、何人席用ですかね、これ。6人用ですかね。6人用の広い方にしました。え、やばっ私の自腹ですけど。はい。おい、すいません、ちょっと奥さんのお金だけでいいかなと思って。ちょいちょい。やばい、怖すぎる。今日気合い入れて美容院行ってきたんですよ。あー、マイポイントが終わった。結構もうインスタ映えって感じですか？いや、結構インスタ映えだと思います。マジっすか？はい。すごい。やばいです。さっきの経費からの自腹にいきなり落とされた地獄みたいな。乗ったら天国じゃないですか？乗ったら天国ですね、これは。すごいっすよ、見てください、これ。あ、待って、あたり。あ、泳ぎたい。かっこいい。イエーイ。苦笑いしないでください。カメラの後ろですごい苦笑いしてるの分かるんですか、ね、私。心の中で、どうせ私のこと、バカにしてるでしょ？してないです、してないです。イエーイ。倍率高いんでしたっけ？そうですね、予約なかなか取れなくて。あ、すごい今綺麗な景色来ました。だってこれ見てください、ふかふかですよ、これ入れちゃいますよ。あ、本当ですね、すごい。マネージャーも座んないですか？あ、せっかく。じゃあ失礼します。はい、もう私が、あ、いいです、いいです。映画なんですけど楽しんでくださいよ、せっかく。楽しんでます、楽しんでます。せっかくなんだから。これとかなんかちょっとアンティークな感じですよね。そうですね。これとかすごいね、本当にホテル高さこんぐらいなんですよ。私170じゃないですか、だから多分3メーターぐらいあるんですかね。そうですね、結構で、横幅が多分2メーター半ぐらいで、多分ここは1、2、3、4、5、6、6歩ぐらいですかね、大股で。あ、やばい、熱海に着きます。え、もう少し楽しみたかった。やばいです。やばいっすか、やばいっすか、はい、え、こんなに広い席を速攻降りるお客さんっているんですかね。ということで熱海に着いたので、今からあそこがすごいなんか食べ歩きいっぱいあるみたいなこと聞いたんで、あそこの商店街に行って食べてみたいと思います。何が美味しいんですかね、やっぱ海鮮。でも食べ歩きだとあれですもんね、刺身の串とかないですもんね。そんなどうですかね。お、すごい、なんか本当この辺とかジブリに出てきそうじゃないですか。
この釜揚げしらすっていうのがすごい有名って聞いて、はい、ちなみに YouTube って撮っても大丈夫ですか？ちょっと確認します。はい、はい、超おすすめらしいんで、あともう一個、はい、次のおすすめはこちらに、いくら生しらす丼といくらしらすさんしてます。いくら生しらす丼、いくら生しらす丼、はい、はい、ありがとうございます。楽しみ、ダメだよ。こちらがいくら生しらす丼と、こちらが生しらすのマグロ漬け丼になります。お味噌汁ワンガン少なってますのでお気を付けください、はい、ありがとうございます。よければ生しらすの上で卵黄を割っていただいて、軽くお醤油かけてお召し上がりください。はい、ありがとうございます。どっちがいいですか？あ、どっちでもいいですよ。どっちがいいですか？あ、マグロ好きですよね。個人的に食べたいのどっちですか？本当教えてください、本当選んでください。今日は本当に遠慮しないでください。はい、どうぞ。いいお父ちゃんと。いいです、どうぞ。やばいマネージャーじゃないですか。ってか、そのまま写真食べたらどうですか？いや、まだ手つけてないから、大丈夫です。はい、食べてください。じゃあいただきます。いただきます。これが私のマグロの漬けが入った生しらす丼と、マネじゃない、イクラのしらす丼、生しらすです。これがすごい輝きがやばい、すげえ、なかなか割れない、割れた。こうやってからの、めっちゃ美味しそう。インスト映え。めちゃめちゃ美味しいです。美味しいですね。めっちゃ美味しい。すごい甘い。とりあえず甘いって言っておけばいいみたいな。食レポ。やばいっすね。食レポダメなんですよね。ここやばくないですか？あ、いいですね。そしたらせっかくなんで、ちょっとマネージャーさんに聞きたいことがあるんですけど、はい、今って一緒になってから2年目くらいでしたっけ？そうですね、1年半くらいは。1年半くらい。え、どうですか、初めての時どう思いました？え、もうぶっちゃけです。ぶっちゃけると本当にもっともっと男の子だとは思わない。あ、そっちチーン。あ、本当ですか？最初会った時もそうですし、私の状況も同じことです。言われないと気づかない。うーん、嬉しいですね。今も本当に新しく入ってきた人とか、本当に青木さんも可愛いんですよ。またまた。本当ですよ。本当ですか？やった、じゃあこれから事務所さんにご了承してもらえるってことですね。ちなみに、え、本当に今やばい、やばい発言したって一瞬見ましたよ、私のこと。本当にカットですか？リアルカットでいいんですか？使って大丈夫ですか？本当に。そうなんですか？あ、多分海鮮丼うまいな、やばいな、やばすぎる。絶対みんな来た方がいい。じゃあ私と出会った頃で登録者何人ぐらいの時でしたっけ？20万いってない。20万いってなかったかもしれない。あ、いってないか。なんかギリギリぐらいじゃないですか。あ、そっか、そうですよね。懐かしい。忘年会の時に顔合わせる。そうです、そうです。ちょっと酔っ払ってましたもん、私。はい、同い年っていうのが衝撃だったんで。本当ですか？ちょっとわさび食べれないんで、私は。ごちそうさまです。お、追いついてきやがった。めちゃくちゃ美味しかった。しらすって甘いんですね。甘くてプリプリ、プチプチプリみたいな。ちょっと笑わないでくださいよ。あ、これ本当に下手くそだな、食レポって思ってますよ。笑顔の裏が怖い。ごちそうさまでした。すみません、ありがとうございました。すみません、ご協力いただいて本当にいい動画撮れました。いやー、もう弱小チャンネルなんで。またあのプライベートで今度は食べに行きます。すごい、めちゃめちゃ美味しかった。
ぜひあのお店さんの情報画面の下にありますので、ぜひ見てみてください。じゃあ次のところ行っていきましょう。はい、そうです、ありがとうございます。ありがとうございます。マネージャー一押しの熱海プリン食べたことはないんです。食べたことない。あ、でも聞いたことはめっちゃ聞くみたいな。そうです、そうです。すごい並んでます。だって今15人ぐらいですよね。やばい。なんか上に醤油が乗っかってる。キャラメルか。すげえ。これインスタ映えってことですね。ソーシャルディスタンスに気を使いながら外でマスクを外します。え、なんかめっちゃ変な感じ。外でマスク外します。そうですね、まあ、怖いな。なんかそわそわする。逆にマスクある方が安心みたいな。うん。よし。お、すごい匂いは。お、なんかすごい卵が強い。必殺ズボザリ。すごいズームする。こんな感じでかけながら食べる。食いもんだ。あ、これ有名になるわ。あ、ベロがいらない。あ、じゃあ歯がいらない。ということでホテルに無事到着しました。この後ですね、クルーズ船に乗って、その後オーシャンビューが見える温泉に入るんですけども、その動画は後編でお届けしますので、とりあえず今回の動画はここまでにさせていただきます。少しでも楽しんでいただけた方はグッドボタン、チャンネル登録、評価お願いします。あとインスタグラムと LINE 公式のアカウントも開設しましたので、そちらもぜひフォローお願いします。マネージャーがいないのは今あのクルーズ船乗るためにコンビニにあの酔い止めを猛ダッシュして買いに行ってんで、エンディングは私一人でお届けさせていただきました。ということで、さよなら。後編も見ろよ。めっちゃ綺麗。あっち海か。ウェーイ。で、今回の入る温泉の成分が飛ぶよー。